DA アブコスです。はい、家で少女を狙う変態おじさんに顔面タトゥーで突撃してみたー。よっしゃー。1ヶ月間アメコズらしい派手な曲をねやる記載月間なんですけど、まあね、僕たち結構そのウィークっていう形式でねいろんな曲をやっていて、家で少女ウィークっていう僕たちが最初にねウィークをやった曲なんですけど、そもそも家出少女っていうのはツイッターで家出をしたいっていう風にツイートする JK に対して、ね、変態おじさんが家を泊めてあげるよーというのを文句にお家連れ込んで、まあ、エッチなことをするっていうね、まあ問題になっているというか僕たちが問題にしてまして、それに対してねいろんな方法で撃退をするっていう一週間をねまあやったんです、うん、で今回は顔面タトゥー家出少女ウィークの1日目の復刻版ということで、湧いてるんじゃないの。登録者もえぐいくらい伸びたの。あれ伸びたね、まあ、登録者が伸びた代わりに後ろから刺されるんじゃないかって恐怖は未だにつきます。いや、やっぱね一時期そのね防弾ジョッキとか一応でひっつけようみたいな話があって、ガチで4人分の防弾ジョッキをAmazonで買おうとしてたからそうそう、まあそれをね復刻版ということで、今回やっていくんですけど、僕らがツイッターでみゆちゃんっていう名前でね家出少女の JK16 歳としてね、まあ変装をして、お帰りなさい。まずああそうだね、そうだね、ただいまただいま。まあ一応トップガは世間はバカとブスには冷たいからね、ちょっと闇系ね、ちょっと闇っぽい感じで、はいはい、行きます。俺もうなくなってんのかと思ったのよ結構。だから俺らがさやってからさ、うん、いろんな底辺 YouTuber がさパクってさ、それでさもう家出少女っていうものは終わったと思ってたのよ。いやそうよ、元田がアカウント作って2日くらいよな、何十件って来たよね。もう40件以上バーって急に来て、マジかって思ったよ。じゃあ誘拐罪に当たるってことなんですけど、おじさんを撃退することで社会に貢献したいよなんて思われるんですけど、全くそんなことなくて大偽善 YouTuber となっております。ただいまーす。すいません、あの本当に再生回数のためだけにやってるんでね、まあ、僕たちは偽善っていうのがまあテーマでやってるんですけど、この間ね街中でその風がすごい強い日におばあちゃんがいて、風ですごい荷物、重い荷物持ってるからあーってなってたんだよ。パッて助けに行って支えたのよ。そしたらおばあちゃんに優しいねありがとうって言われたんだけど、僕全く善意とかなくてトレーニングのためにやってると思ってね。そうそうそう、結構利己的なんだもん。俺とか女の子が重い荷物持ったら、俺負けん気強いからもっと重いもの持ったりするけどあそう自分で、うん、他のものとかも、まあ、一応今回のおじさんなんですけど、たかちんさんということで、うわ何者になりたい、何か働かなくて良くなっちゃった人っていうツイートによると、稼ぎすぎちゃって普通仕事してないらしいの。あ、そういうこと。そう、不動産かなんかやっててね、何もしてなくてもお金がどんどん増える、エルガーであるのに理不尽さを感じるって。待って稼いじゃってる俺理不尽でしょみたいな。僕らこんな感じで1ヶ月間派手なくてやってるんで、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いしまーす。まあ、そんな感じでね、早速新宿に行ってきましょうということで、それではレッツはい、どうもね、今日もね、近くに来てまして、今回はよろずが横にいて、俺がそのよろずに切れる、うん、間違えちゃってよろず切れるって形で言います、うん、はい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 、あ、まあ、いつもお前には切れられてるから、慣れてる誤解されるから久しぶりにね、ミュウが再来ということで、あ、ミュウくんの今日、あ、はい、ミュウです、ミュウです、ミュウです、豚のマーク、今回はね、幸せになりたかったミュウだから幸せになりたかったがついてる、うん、ついてる、もう来てるんですけど、とりあえず人をね、見つけてから行きましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。タカチンね、みんな。タカチンか、タカチンで、電話してる。いや、外にいるらしい。え、もういるの。もういる。え、なんかさ、人間ってみんなさ、うん、ちょっとは遅刻とかしちゃうじゃん。時間を一番守れる人間って俺、家出少女おじさんだと思う。はいはい、そうだよ。時間だけは守るもん。時間守るし、遅れても寛容だし。だって4時からいいんだよ。タカチン、あと4時、今だって何時よってこと。人としてやっぱ完成してるから。だってカースト的にはさ、まあ平民がいて、王族がいて、家出少女おじさん、うん、家出少女、そう一応天竜人より上って言われてるから。そうね、タカチンからしたら俺らなんて得た否認だもんな。得た否認だろうな、うん、歩かしてるようなやつだ。あ、メッセージ来たじゃん。タラカンの前にいる。うわ、始まった。ちょっとね、タラカンの前にいるんで早速これいざ始まるとやばいな。楽しいな、やっぱ。ちょっと緊張しますね。緊張してきたな、うん、カメラを隠しながら行く。はいはい、行きましょう行きましょう行きましょう。始まりますね。まあ、ミュウが久しぶりに来てくれるということで、ミュウです。食べ歩くのミュウです。気づいてないました、ミュウです。すいません。そうなの、はい、ミュウなんかまた掘ったね。ちょっとでしょ、掘ったね。ちょっと変えたのよ。あ、そうなので、ちょっとマッチョになったでしょ。ほんとだ、バルクしてんだちょっとね、前よりマッチョになったどこ行ったんだろう、あいつら。どこ行く、カラカンの前いる。人いないかな。プロシャツいないんじゃん。ニット帽でしょ。あ、いや、あれだ、映画館の下にいるって。映画館の下にいるわ。寄るときには映画館の下にいるから、映画館の下にちょっと行ってくれ。映画館の下に移動しましょう。行きましょう。じゃあもうね、タカチン来てると思うので、ミュー行ってこうと思います。はい、行ってきます。いや、懐かしいね。
家で少女を狙う変態おじさん、たかちんです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。始まりました。ありがとうございます。あ、これ完全に始まってます。はい、お帰りなさい。今日ね、来てくれてありがとうございます。今日はずっと楽しみにしてまして、ミユです。でもさ、家で少女ってさ、16歳だから未成年じゃん。はい、未成年引導罪になんない？いや、違う、そう、よろずに怒ってるから横にいたらあなたですよねってなっちゃう。え、知らない？誘拐罪なの知らない？まだ逃げれた。自分じゃないよってできたよ。女じゃないのよ。違います。家で少女をかくまうのって犯罪になるから。どう思います？知ってる。いや、君らを知ってる。あ、俺ら知ってます。そう来ると思ってた。あ、本当ですか？そうじゃあ、なんなんですか？未成年の言葉って何をしようとしたのかみたいなのがあるんですよ。その話って全くしてなくなる。それに関与してんの。何をするって話って何にもしてないよ。あなたたちの僕も知ってるから、うん、来ると思ったから、うん、何にも話してないよ。だからしてないから別に山下証拠もないし、うん、勝手にやってんの。お前そっち側なの。勝手にやってんの。違う、ずるいよ。電池を 取らないとダメよ。はい、じゃあ封印しましょうか。はい、じゃあ封印します。お前それ情報量ない状態でやってんのやばいよ。名誉毀損に当たりすぎるわ、マジで。じゃあ、俺そっち側なのかし。はい、近所に住んでる27歳です。まずここで、嘘つけーなんでしょ。絶対27なわけない。27だよ。27なのでいいんすよ。じゃあ、ホテル代出しますよ。出しますよ。よかったら頼ってくださいねって書いてあるじゃん。そうだ。本物ってほとんどいないから、はいはい、だから普通にお金だけ渡して、あ、本物なんだ。じゃあ、本当に困ってるよね。じゃあ、お金だけ渡して、ご飯。ね、行くなら別に話聞くよだけでしょう。いや、逆に珍しいよ。上から来てる。わかんないよ、今俺上から来られてるの。上から来られてる。本来だったら隣でガン詰めされてる人をね、まあ、見て、まあ、反面教師に、あ、もうこんなことしちゃいけないんだっていうのを分からせる企画なんだよね。なんだけど、今この状況整理すると、家出少女おじさんがグイグイ行っちゃってるんだよね。そう、俺だよってなっちゃってる。警察とも何度も整理取りしてるんで、うん、すいません、大丈夫です。なんで俺怒られてんの。お前が悪い。決めつけてあんなにわーってやろうとしたじゃん。正しい状態でやるのは普通に過剰だし、うん、本当にやりたいんだったら現地で取れた瞬間にてってれってやった。いや、わかる。それはお前が。いや、気持ちはわかるんだけど、あの、なんでお前が敵なのかだけ教えてくれ。俺は強い方の味方だから。なんで人間として弱。この展開は初めてなんで、まあ、僕らのこと知ってるってまだ初めてなんです。ファンで、もしかして会いたくて、うん、そっちの絵がいい、絵がいいならさ、絵がいいとかないの。なんで家出少女のおじさんが裏側撮ってるんですか。だから、うん、そのニット帽でマスクで顔めっちゃ隠してんのよ。だってさ、誤解もあるからさ。はい、だってあなたがもうガーってやるじゃん。はい、あの、はい、ということで、家出少女おじさんとね絡み始めて20分ぐらい経つのかな。うん、あの、普通になんか討論が行われてます。はい、相談受けてあげるのは家出少女おじさんの仕事じゃないですかね。そういうエロ目的みたいな人とは違うから、はい、いや違うんですけど、まあ、行動自体は一緒なんで同じに見られちゃいますよっていうのが僕の意見です。じゃあよかったらさ、そのツイッターでさ、まあ、他の DM を見せてもらうとかで。ああ、そうだね、潔癖はいけますそれ。 あれちょっと大丈夫ですか。ツイッターとかでは他の女の子と連絡してみたりとかはしてないんですか。他の女の子っていうか、まあ、してるなおい。してる反応だなおい。めちゃめちゃなんで詳しいかっていうと、普段やってるからなんですよ。やった時にこう来た場合に対応するって思って話してる。で、今回本当に来た場合あったらワンチャンエッチなことしたいな。でも今回 YouTuber 来るな、 YouTuber 来る可能性があったなってことで来てるわけですよ。こんな感じでね。いや、いいよそれで。いや、強気、その、いいよそれで強気出たから勝つとかじゃないそれでお前が満足するならそれでいいんじゃない。なんでお前が違う。それで A 取れてるんだったらいいよ。いや、この人は、まあ、一応ちょっとワンチャンでラテだけど事実。なんでそれを。いや、ツイッター見せられますか。見せないでおこう。はい、なるほど。必要がないから。はい、まあ、ってことはですよ、ってことはさっき言ってたっていうのは言い訳にしかならないわけですね。僕は狙ってないっていう証拠にならないから。それも推測で。はい、推測なんですけど、僕らが普段やってるのはそのレッテル貼るっていう推測なんで、あの、実際に未成年を含まってるわけじゃないんで、僕と会ってるんで。ってことはそれはレッテル貼られてるだけなんで、だからあなたが普段狙ってないっていう証拠を出さない限りは、あなたは家出少女を狙う変態おじさんなんですよ。それはその論理はおかしい。違うならそうだとは言えない。どんどん増えてきやん。おーおーおーおお、いい新しいの来なくて。僕ら家で少女を狙う変態おじさんっていうのが、まあ、いまして、その未成年の女の子にメッセージを送って、エッチなこととは直接的に言わないけれど、そう匂わせるようなことを言うと。で、16歳が家出するんですよって家出するよっていう人に対してメッセージを送ってる。それ何撮ってんじゃん。いや
撮るってやぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、いや目の前で撮ってる、目の前、目の前で GoPro ある、 GoPro ある。おい、お前さ、何撮ってんの。おい、マジであれないっすか。いや、まあ撮るのはマジであれないっす。ちょちょちょ、目の前にある、目の前にケリーの GoPro がある。撮ります。いや、そうそう、撮りますって言ったらいいんだから。お前あれえないよ、それ。何やってんの。何やってんの、分かんないっすよ。いや、マジで意味わかんねえな。なんでお前撮るって言ってからしてないのに撮ってんのかわかんねえな。いや、ケニー目の前で撮ってたよ、ケニーが。いや、でもまあ全然、わかりました。ボクシングルール1分1ラウンドやりますか。やらないですか。大丈夫ですか。面白いです。どうですか。そうですか。え、なんか手ついてました今。大丈夫ですか。いや、あれだから良くないんだよな。マジっすか。いや、ダメなの、これダメなの。うーん、俺マジで見てもらう。マジっすか。ああ、お前はそっちだろ。ごめんなさい、本当に。おい、え、そんな、そんな、そんななる。お前はほら、どうでもいいだろ。え、そんな、めんなよ。え、おい、山田くん、ロビンを見て、いや、令和の商店かってなる。児童相談所っていうのね、すごいなんか横柄な扱いとかをされるらしいですね。そうそうそう、だからなかなか、じゃあどこが本当の答えかっていうのがなくて。あ、違う違う、え、内側だから内側入っちゃうと、うじぇーって、え、どう、映っちゃう、こうやって映っちゃう、内側なの、内側なの、取ってない、そう、こっち側に来たら映っちゃう。怒んないといけないのはあいつですよ。あいつ、あいつ、あいつ、あいつが絶対怒んない。いや、チャンス、よくない。おい、ちょ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 、おい、危ない危ない危ない。いや、違うんですよ、さっき映ってきたから喋ってくれるのかなと思って来てくださったじゃないですか。撮ったらいけないじゃん。撮影してて、その最中に入ってきたんで、あ、撮ってるかなと思って、すいません、申し訳ないです、失礼します。いやー、誰だったんだろうな。部外者系面白くないからな、うん、だからごめん、よろずが、待って、よろずが家出少女おじさんとは本気で討論しすぎてる。今でも家出少女用のシェルターとかもあるじゃないですか。そうそう、ご存知で。だから女性人権センターとか、本当にそういう年齢でいるなら、どちらにせよ警察には必ず行くのよ。それは家出少年で。で、保護が必要ってなった場合は一旦親にも連絡しちゃいます。あ、大丈夫だと思います。え、なんで。いや、根拠ないですけど。え、ヤクザなんですか。じゃあだとしたらちょっと警察に行かないとダメな。じゃあ行こうや。警察行きますか。じゃあ行こうや。なんでこんな声荒げてるのか分かんない。いや、警察どうや。あ、いいですよ、全然警察行くのはいいんですけど、ちょっと今仕事中なので、ちょっと呼んできてもらっても大丈夫ですか。ここにずっと出るんで。いや、お前らに焦る、あれ見えてる。俺らもないんですよね。頑張れ、頑張っていける。頑張っていきます。ありがとうございます。理由がない街だから。理由がない街なんですか。マジで、そう、確かに考えてみれば、そうっすよ。うわ、すげえ。めちゃめちゃ綺麗だね。うん、この歌舞伎町はヤクザが入りました。今日お前が死んでも理由はねえぞ。この街は理由がねえ街だからな。頑張れよってなってきます。なんで。いや、なんかあったんだろうな。この人さ、いろんな人に切れて回ってる人だよ。なんか昔奥さんとかさ、理由もなく刺されたりしたんですよ。うん、そういうこと。うん、2個でぐちゃぐちゃが行われてる。あの、よろずが、うん、家出少女おじさんとずっと討論してる。ただ今さ、あの状況、まあ見てもらえば、うん、ちょっと映してもらえば。なんか月曜からのお菓子みたいな感じ。ちょっとインタビューチャンネルになってるし。ただこの曲をさ、ちょっとよろずを追いかけることによって、この人が逃げるかなって感じでしょ。で、あの人は俺らのことを知ってるって言ってた。そう、うん、なんなら、今回おぶき寄せるために。ああ、逆張りすぎて。そうそう、ツイッター見せてください。ツイッターで他の女の子を一切狙ってないんだとしたら、家出少女おじさんっていうレッテル剥がしますって言ったね。そうだな、俺らを釣っただけだ。なんで見せる権利があるんですか。狙っていったら否定は聞くタイプのインタバーって殴られた時にガッてなるんじゃなくて、上回っていっちゃう。どうする、あれ行かないっていうか。俺は入ってみていい。結局、僕のやってることって彼も損でしたけど、もうこれで始まってる。そう、離れてたけどね、真面目な話してるから。あ、そうか。じゃあ、どいでって。授業でも始めてください。家出少女という方はシェルターとかで入り口であります。一概に皆さんの形さんのように、ちゃんとされ相応の方じゃない可能性もありますから。僕みたいな個人のやり方が正しいとまでははっきり言えない。まあ彼が言うようにそういうことしちゃう人もいるかもしれない。そう、
本当に家出少女したい方はそのシェルターとかそういう予防地でありますので、一概に皆さんが高知さんのようにちゃんとした思った方じゃない可能性もありますから、そういう SNS とかで助け求めるのは正解ではないですよね。やはり普通に子供を電話相談室、そこに自分の境遇とそれをきちんと話をすれば、じゃあこうしましょう、ああしましょうって教えてくれることもあるんで、はいはい、やっぱりね、いきなり家出しちゃうのは危険です。そうですね。あとそのあの人相談センターとかの話してた、してるよね、してるけどさ、パクんだけどめっちゃ心臓パクパクあれだかやばいやばいどうしようってなって今逆張って上から来てるのかな。よろずが完全にさ進行しちゃってるな。ちなみに俺とさっきよろず2人であれが話した時も、うん、俺がよろずに怒られた、うん、お前が間違ってるよって。よろず家ってあのアムウェイの一家なんです。そうそうそう、アムウェイっていう何年だっけあれは、マルチ商法、うん、そうそうマルチ商法、それのあいつプレミアム会員ちょっと上のな、そう、うん、家電とかさ、うん、全部アムウェイなんだけど、そうそうそう、今理由が分かりました。そうだよね、こういうことです。その引っかかりやすいっていうか信仰心がすごいっていうか、すぐあっちが楽しいなと思っちゃったんだ。だってあいつあれよ、あのおじさんに会ったじゃん、会ってもう10秒後ぐらいには俺の敵だった国がちゃんとしてないから、はいはい、国がちゃんと養護施設がきちんと理解されていればみんなそこへ助けを求めたはずなんです。だけどそこが信頼されないからそこ行かずに夜の街に徘徊したりするわけで、ね、本日はその家で少女で叱るべき対応して高橋さん来てみました。すいません、こちらお時間ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。どうぞ。お付き合いください。ありがとうございました。じゃあこっちです。はい、どうぞ。こちらお時間ありがとうございました。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。お疲れ様です。おさです。なんであいつスターみたいになってる。あ、先輩の店、あ、ぶっ壊してみたい。これ多分さ、なんか悪夢とか。